こんにちは、レンです。今日はですね、タトゥーについてのお話をするんですけど、タトゥーついにここまで進化したんっていう、そういう、タトゥーアーティストさんをね、今回はご紹介したいと思います。タトゥーの、モチーフでさ、人気なタトゥーモチーフがダイヤモンドっていうのがあるんですけど、ダイヤモンドっていうのはね、いろんな意味合いがありまして、でもそもそもダイヤモンドってなんでダイヤモンドっていうのかっていうとこ、ギリシャ語でね、屈しないっていう言葉があって、その屈しないっていう言葉が発生してダイヤモンドってなったらしいですよ。だからすごい硬いからね、元にも屈しないみたい なんかそういう多分意味合いがあるんですけど、ダイヤモンドってさ、すごい硬いらしいじゃん。世界で一番硬いみたいな言われるぐらい硬いんだよね。だからその当時の戦士たちは、戦う戦士たちは決して傷つかないっていう意味を込めて、ダイヤモンドをお守りとしてね、持ってたりしたらしいですよ。まあ輝きもそうだし、まあ色もそうだし、硬さとかもね、本当に最高級だから、いろんなそのいい意味合いがたくさんあるんです。そういったね、意味もあって、タトゥーでもね、そのダイヤモンドのモチーフがすごい人気なんですよ。で、そのダイヤモンドのモチーフ、まあ大体こう想像すると、あー、なんかあんな感じかなみたいなね、よくみんな想像する、こうチッチッチッってね、形のブリリアントカットだっけ、よくわかんないけど、なんかそういうのがあったりするでしょ。でさ、俺も、まあ、ダイヤのタトゥーって言ったら、まあ、こういうのとかさ、ちょっとぼかしかかって上になんかピャン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 みたいな、オールドスクールっぽい感じのやつとかをイメージするんですけど、今日紹介するタトゥーアーティストさんの作品はもうね、本当にすごいんだよ。紹介しましょう、こちらのタトゥーアーティストさんです、どうぞ。でね、できたらいいんだけど、まだね、それはできないんで、こちらにお出しします。せーの、ペン。こちらのヒーミータトゥーさん、はい、こちらは韓国のタトゥーアーティストさんなんですけど、もうこの人の作品は本当にね、世界でもトップクラスの、まあね、こんなに言ってもあれだが、見せましょう。いきます、驚きなさい、どうぞ。ベン、これもんですよ。あれ、なんか宝石埋め込んじゃった、ついにみたいなさ、そのぐらいの錯覚をさせるぐらいのクオリティ。俺もインスタで見つけた時はちょっと度肝抜かれましたね。で、他にもね、こういう宝石のタトゥーだったりとか、あと猫ちゃんのタトゥー、こういうのベン、これ猫ちゃんのタトゥーとかね、本当に可愛い。なんかたまにね、そのペットのね、写真持ってきて、これタトゥーしてくださいとかね、言われるんですけど、もうちょっと比べ物にならないというかね、本当世界トップクラスのタトゥーアーティストさんだと思いますね、この人は。で、概要欄にこちらのヒーミーさんのね、インスタのアカウント載せとくんで、ぜひチェックしてみてください。で、一つ注意点があるんですけど、私もこういうタトゥー欲しいね、僕もこういうタトゥー入れたいっていう人絶対いると思うんですけど、ここまでのクオリティの作品は本当に世界で見てもごく一部の人、タトゥーアーティストさんしか彫れないので、その辺はちゃんとその彫り師さんがどのぐ、まあジャンルとかもあるのよ、そのアーティストさんの得意ジャンルとかもあるから。ヒーミーさんはこれジュエリー系のタトゥーがすごい得意だけど、ブラック&グレーが得意な人もいるし、アメリカントラディショナルが好きな人もいるし、好きな人っていうか得意な人もいるし、本当にそのジャンルは様々いるので、こういうミニマムのタトゥーをよく彫られてるタトゥーアーティストさんに頼むのが、ベストなのでね、その辺はちょっと気をつけて彫り師さん探してくださいね。ちゃんとこうインスタとかでこういう写真、こういう写真、こういう作品彫るんだっていうのをチェックしてからやないと、こういうタトゥー入れてくださいってヒーミーさんの写真ポンって投げてさ、あ、かしこまりですっつってバーッと彫ってもらった、あれ、なんか全然違うんですけどみたいななって、もう遅いんでね、事前のチェックは本当に重要なんで気をつけてください。で、まあ僕のおすすめはもう完全にヒーミーさんのところに行って、
間入れるのがもう一番手っ取り早いですね。まあ、手っ取り早いですけど、韓国のソウルかな、ソウルで働いてらっしゃる方なんで、まあ旅行がてらみたいな感じとかでもいいしね、行ってみたらいかがでしょうかという。はい、あ、ちなみに僕もここまでのクオリティのものは掘れないので、ご了承くださいとか、まだちょっと掘れないですね。修行します。他にもね、世界で活躍してるタトゥーアーティストさん、うわこんな作品掘れちゃうのみたいな、タトゥーってここまでいっちゃってんのっていう、そういうアーティストさんって結構いるんで、そういう方をね、これからもちょっと紹介できたらなって思います。ではこのチャンネルが面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。チャンネル登録がこちらで